そのコーディネートは例えばこんな具合。季節に関係なく真夏でもブーツにニット帽。結構一年中かぶってます。帽子とブーツを身につけることで身長が低くても全身のバランスがよく見えるのだという。おかげでブログで紹介したこの帽子は爆発的大ヒット。本当史上最大の生産率で5万個売れました。行きつけの美容院には同じ髪型に憧れるファンが日本全国から殺到する。去年の何月のつばさちゃんの髪型は値段いくらですかとか難易度 A だね。京都とか名古屋、ね、もっと九州、鳥取県とか。マスバカ人気がもたらす経済効果は今や推定100億円とまで言われている。ところが本人は経済効果って何ですか？宇宙上場も最近こういうお金系の話されてやっと分かるようになった。ちょっと上場と思ってました。あ、一部だった。そうそうそう、赤丸球場紹介者みたいな。一部上場そうそう。とこんな調子で去年12月妊娠を機に男性ファッション誌の人気読者モデルと迷わず結婚。カリスマ読者モデルの座を軽々と捨て去り卒業を宣言した。これでマスバカ伝説も終わりを告げるはずだった。がファンはそれを許してはくれなかった。社会現象なり得る子だから、ただのファッションモデルとか読書モデルじゃないんですよ。だから好きな時結婚もするし、好きな時に出産もするし、自分がこうしたいんだ、それがすごく面白いのかなと思います。そしてこの夏、母となった彼女がまた第一線に帰ってきた。ただのカリスマ読者モデルではなく、その先の存在になるために。メーカーはこれ直せるとスポーティーすぎちゃうので、はいはい、足元は女らしさを入れた方が、こういう格好は自分のスタイルを自分で決める。おじさんとも対決してでもこっちはこうなんだよみたいな、なんかその感覚が失ったらもうその仕事は終わりだなと思う。多分感覚がずれちゃったらやってる意味がないと思う。